どうも、漢字大好き、漢検1級を2回合格したことあるよ芸人のキクリンです。さあ、ということでですね、いよいよ、最新のね、次の、漢検がですね、残り1ヶ月に迫ってまいりました。6月20日ですね、6月20日、キクリンの、実兄、兄の誕生日でもありますね、菊池隆弘の誕生日でもありますけども、そんな記念すべき日にですね、2021年度第1回目の、漢検試験が行われるわけです。私はですね、この動画で、1級合格者として、主に1級のことについて語ってまいりましたが、今回は一体何をやったかと言いますとですね、そもそも私、合格してね、この2回分の合格書ありますけど、ここに書いてあるのは、平成30年度第1回第2回の合格証なんですけど、つまり2018年ですかね、2018年の試験を最後に私は、試験会場では試験を受けておりませんね。まあ、過去問に関しては、まあ、購入して2019年のやってましたけどね、まあ、実質丸2年私漢検1級の試験から遠ざかってるわけですから、そんな私がですね、現役で2021年の試験を受けようとしてる皆さんに何を偉そうに語ってるんだと思う人もいるんじゃないかということでね、そして私自身も今の漢検もしかしたらもっとめちゃくちゃ難しくなってんじゃないかっていう噂もありますので、今の実力をちょっと試してみたいと思いまして、そこで購入したのはこちらですね、2021年度版の過去問って書いてありますから、つまりこれは2020年の過去問ですね。去年の過去問でございます。いつもだったらこの過去問にはですね、漢検1級と準1級の3問1年間の3回分が載ってるんですけれども、ただ2020年に関しましては、コロナのね、影響で緊急事態宣言で第1回がなくなってしまいましたので、第2回と第3回しか行われなかったんで、その2回分の試験がここに収録されておりまして、それを私今回ガチでチャレンジいたしました。はい、ね、いつもはさらーってね、書いて、なんだったら文字も書かなかったりするんですけど、今回は普通にですね、ちゃんとこう問題用紙、いや、回答用紙か。回答用紙もコピーして、2020年の第2回と第3回の2回分の、つまりね、最寄りの2回分の漢検1級試験にガチンコで挑んでみました。と言ってもですね、2年分のブランクがありますので、一応これを受けるにあたって、もう一回ね、漢検の辞書とか調べたりとか、いろいろね、もちろん問題自体は初見ですけれども、勉強はある程度し直しました。という前提は伝えた上で、さあ、今の私の実力で一体何点を取ったのかっていうのをまず発表したい。まずは2020年度第2回の試験ですね。去年の、つまり最寄りの2個前のですね、試験でございます。160点で合格です。200点満点中。さあ、今の私は一体何点取ったのか、発表です。じゃん、見えますかね、158点でした。落ちた、落ちたけど、ちょっと待ってください、慌てないで、消さないで。2年のブランクがありますからね、忘れて、1級のあの四字熟語とか結構抜けてますよ。その中で結構頑張った方じゃないですかね、ケアレスミスとかも結構多かったんでね、こんな感じね。これ1枚目、見えんのかな、まあまあ大体雰囲気ね、はい、ちゃんとやったよってね、はい、雰囲気でこんな感じね。まあ結構ね、それなりに落としちゃって、まあこんな感じで、はい、本当にガチンコで挑みました。158点でしたね、2個前のやつは。さあ、続きまして、最寄りの一番最近の過去問ですね。やってみました。2020年度第3回ですね。はい、試験ガチンコで今の実力で受けてみました。結果は、200点満点中。はい、はい。はい、160点でした。合格、やりました。ギリギリジャストでしたけどね、一応ね、今の実力で受けても最寄りの漢検1級試験が、まあ、160、まあ、ギリギリでしたけれども、一応合格点が取れたということで、まあ、一応ですね、まあ、勉強し直したっていうのもある、でブランクの差し引きもありますけど、私一応現時点でも少なくとも合格ラインの実力を持って、今の1級について語ってるんだってことがこれで証明できたんじゃないかなと私は思っております。若干安心もしました。その上で、はい、ここからは大事ですね。別に私の今の実力の、まあ、なんていうのはおまけの、部分でございまして、やってみてですね、いろいろ思ったことがあります。私が受けなくなった丸2年の間にこの漢検1級っていうのが難しくなってるのか、そしてどこが変わったのかっていう話でいきますと、まあ、結論としましては、そうですね、4点分ぐらい難しくなってると思います。はい。この4点ってのは、まあ、どういうことかというのは具体的にこれからいきますけど、そうですね、
めちゃくちゃ難しくはなっていないけれども、やっぱ4点、5点、6点分ぐらい難しくなってるという体感がありました。はい。では具体的にちょっと見ていきましょう。そうですね。例えば、去年の第2回に関しまして、まず読み問題私、25点。ね、第3回は読み問題22点で、まあ本来ここは26点ぐらい取るべきところなんですけど、そうですね。特に第3回の結構難しかったですね。はい。まあ、この傾向として言えますのはですね、読み問題30問のうちの残り、後半10問が訓読みなんですけど、これ訓読み結構難しくなってますね。はい。すごい、こう、ベタ問的なのが減って、どの問題も結構怪しげでしたね。って考えながらやっと10問中6問ご、分かったり、7問合格したりって感じでしたね。非常にこれ難しくなってると思います。訓読み。ね。そしてですね、書き取り問題が、第2回が私40点中30点しか取れなかった。この回の書き取り結構難しかったと思いますね。まあ、そうですね。結構ケアレスミスもあった、ケアレスミスもあったんですけどね。はい、これ。30点。で、こっちの第3回の方は書き取り問題36点ですね。まあ、すごいケアレスミスもあったんで、まあ、ほぼ38点分くらいできてるんですけど、で、これで言えることはですね、私思ったのは、読み問題が難しいときは書き問題がある程度簡単で、書き問題が難しいときは読み問題がある程度難しいんだなっていう。全体として関係ってバランス取ってんだなって感じましたね。はい。だから、読み問題は何点取るべきとか、書き問題は何点取るべきなんて、一応基準値としては言ってはいますが、実際問題は関係っていうのは、全体としてバランス取ってます。はい。よくあるんですけど、例えばこの関係1級ってね、私これ今回はコピーしたからこれ2枚ですけど、実際は回答用紙と表裏になってるんですけど、あれやたら表が簡単だなと思った時は裏が難しいし、表がめちゃくちゃ、表が難しいなと思った時は、とにかく逆にね、簡単だったら難しい、難しかったら簡単ってなってるんですよ、大体ね。だから全体として、難易度っていうのは調整されてるって気がしますので、ですから、あれこれ書き問題でこんな落としちゃったことはもうやばいかなって試験中に思うことあると思うんですけど、そういう時に関しては裏が意外と簡単だったりしますので、まあまあ、心途中で降りる必要はないよっていうのもありますし、逆に前半が簡単だったからって後半油断するなよっていうのが改めてやってみて思いましたねという話ですね。さあ、そしてですね、重要なのはこの大問3のところですね。5選択書き取りっていうのがあるんですけど、これですね、私過去の動画で8点取るべきだと。普通に、関係時点の、大見出し語やってれば8点取れるよなんて言っちゃいましたが、これ私、去年の第2回は6点。第3回も6点でした。はい。これはね、間違いないです。この2年で、大門さんの5選択書き取りに関しては、難しくなりました。これ間違いないですね。というのも理由ははっきりしてて、普通二字熟語をやってれば大丈夫なとこだったんですけど、三字熟語が明らかに増えました。ね。まず確実に回答欄に三字熟語を2個書かなきゃいけなくなったし、で、選択肢の中にもさらに選ばれない三字熟語があったりしますので、これは三字熟語対策をしなければ、ここに関しては8点取れないなってのが分かりました。ただ、8点か6点かの差ですから、これはですね、この2点のために三字熟語をめちゃくちゃやるかどうかってことに関しては、検討の余地があると思います。ただ事実としてはここは難しくなっていると言えると思います。さあ、そして続きまして、関係1級の得点源としておなじみの四字熟語なんですけど、これに関しましては結果として私はですね、第2回に関しては30点満点中24点、第3回に関しましては26点でした。ここに関しては26点は取るべきだって言ったんで24点になってるんで、まあそうですね、イメージとしては、私のブランク差し引いたとしても、2点分ぐらい難しくなってるなと思いましたね。というのもですね、最近ね、漢検1級四字熟語じゃないのが出る比率が上がってます。その分が難しくなってますね。2点分ぐらい難しくなってます。例えば、去年の第2回は、漢検5級、漢検4級のやつが出てますし、そして何よりですね、漢検四字熟語辞典ってのがあるんですけど、これに載ってないのも出てましたね、1個ね。そして、最新のやつもそうですね。これ結構ツイッターで確か話題になってた気がしますけど、やっぱ、最寄りの漢検1級でも、まあ、最寄りの漢検1級の四字熟語は全体の難易度はそんな高くなかったですけど、もう、なんか医学用語みたいなね。これ四字熟語かっていう謎のやつが出てましてね。これも辞典に載ってないんでちょっと話題になってましたけど、ですから、そうですね、2点分ぐらいはちょっと取れなくなってるって感じがありますね。
まあ、ですけど、まあ、24点、26点ぐらいは今まで通りやっても取れるかなって感じでした。だ2点分難しくなったかなって感じしましたね。そして、そうですね、続いてのページに参りまして、ジュクジュ君当て字に関しましては、7点と6点でしたから、まあ変わらないですね。相変わらず、やってもやらなくても7点か6点かなってところだと思います。ここは負荷をしなくていいというのは変わらないと思います。そして、熟語の読み、一字訓読みっていう大問録に関しましては、第2回も第3回も私10点満点でした。これはね、もう普通に訓読み、一級の訓読みをちゃんとやっていけば問題ないですね。ここは難易度変わってないと思いますね。でそして、対義語、類義語に関しましては、私、第2回が16点、第3回が14点ですから、まあこれも難易度は変わってないですね。もともと難しいのが難しいままですね。ここに関しましては相変わらず難しいってイメージですね。これはやっぱ大変だと思いますけど、まあ14点ぐらいを目指していただければいいかなと思います。そして、故事ことわざに関しましては、私14点と18点ですから、ここもそんなに難易度は変わってないと思いますね。はい。そして、最後の文章題ですね。大門の文章題に関しましては、私、30点満点中ね、26点と、22点でしたね。ちょっと第3回は落としちゃいましたけど、まあでも、ここもそうですね、そこまで難しくなってないかなと思いました。はい。文章題に関してもそこまで変わってないと思いました。ということで、この最寄りの漢検一級試験をやってみた、私、印象として言えることは、めちゃくちゃ難しくはなっていないが、4点分ぐらい難しくなっていると思います。ですから私の実力みたいにね、合格ボーダーラインの人にとってはこの4点対策はやっぱり必要なんじゃないかなと思いました。はい。私いろいろ語ってきましたけど、私の言ってることもちょっとアップデートする必要があるというのは改めて確認できました。そしてそのアップデートしなきゃいけない、この4点分の2大要素というのは何かというと、一つは三字熟語。ね。三字熟語の対策がもしかしたら必要なのかもしれないっていう話と、あと、得点源として同じみの四字熟語の中に、一級以外の四字熟語が出る比率がちょっと上がったってことですね。この2ポイントに関して、分だけ、ちょっと4点分ぐらい難しくなってるってことを確認できました。ということをまず、事実としてお伝えしたいと思います。その上で、この4点分に関して、ね、その三字熟語と一級じゃない四字熟語に関しては、どういう対策をすべきかっていうことに関しましては、今度、もうちょっと先にやりたいと思います。なぜなら現時点で私に答えが出てないので、今のリピーターの人とかにね、ちょっとツイッターで問いかけてみたりとか、知り合いにちょっと聞いてみたりします。その二つに関しては、どうやっていくべきなのかっていうのをちょっと一回仕入れて、改めてもう一回動画出したいと思いますので、その時に、もう楽しみにですね、現役の、一級挑戦者の方はよかったら、待っていていただきたい。登録してね。登録しない人は登録して、ね、待っていていただきたいと思います。はい、ということで、やってみました。私、今回160点で158点でしたが、まあまあ、一応ね、私も、ある程度合格の実力がまだあるよってことも確認できましたので、それを踏まえまして、今後も、私の話聞いていただいたら、いただけたらいいなと思っております。ね。以上、漢字大好き、漢検一級にチャレンジする人大好き、キクリンでした。